着ビタビタ合わせ着地は低く、ここにしかないぜ折れないリアル、声を大にして叫ぶぜビガー。猫が大好き43歳、朝です。朝6時半。宇佐美くんは人生初こんな朝早くスノーボードするの。人生初っす。そうっすよね。6時半からパルフォールでゴンドラ空いてるらしいんで、ぜひともサンライズゴンドラを堪能してくださいみたいな指示があったので、ちょっとね、あすら、あすら雲がかかっておりますということで、サンライズが見れるか分かりません。がとりあえず登ってみましょうと。登りますいうことですね。人いるっすね、結構登ってみないと分かんないですね。自発的にこれに並ぶというのはすごい、すごいな。なんていうか、もう情熱が3周ぐらいしてる感じです。本当に山頂の方は視界が悪い。やっぱ昨日だったんだ、ね、昨日でしたね。完全に昨日だったんだね。昨日はね、昨日ちょっと無理でした俺、はい、もうライブ放送中に夜が明けてたんで無理でした。とりあえず登りましょうと。はい、登りましょう。ただの邪魔なスキーかな。なんだ、惜しいですね。惜しい状態だ。でも晴天率は高いから、その朝日に遭遇できる可能性も、まあある程度高いってことですよね。はい、めちゃめちゃ高いです。そういうことですね。なんかこんな感じですね。はい、後であのホームページ見ていただくと、はい、あバッチリ綺麗なショットが載ってますので。なるほど。そちらをご参照ください。ご参照の上に。はい、わかりました。いいんです、いいんです。我らの役目はね、6時半からゴンドラ乗れるよっていう姿を見せることが大事なので、はい、いいんです、いいんです。まだ、翔さんの声が本調子じゃない。どの辺から太陽って上がるんですか？太陽がちょうどこの、正面ではなく、ちょっとあっち。2時の方向ですね。あの方向ですね。まあ確かにね、あっちに浅間山があるのとか、なんか、そこからバッて上がったら、めっちゃ景色が良さそうです。ガスです。はい。ガスです。とりあえずせめて視界がいいところまで降りましょう。はい。はい、日の出のかけらもない。かけらもない。ずっとこれ。マイナス10度ぐらい。マイナス10度。はい、いいですね。じゃあとりあえず近いとこまで。行きますか。Thank you.
とても惜しい状態ですけど、まあでも結構いいんじゃないですかね。確かに。はい。結構いいんじゃないかと。山とか。はい。確かになかったらすごいバチッと来るんでしょうね。うん、来てましたね、はい。でもこれでもなんか十分いい景色。これ今太陽出てる状態なんですかね。今出てますね。出てる。あそこ明るいっすね。多分あれっすよね。あれっぽい。はい。笑ってるじゃないですか。ということで、はい。まあ今日ですらこんな、まあいい景色ということでね。はい。ない時はもう半端ないらしいんで。半端ないらしいです。とりあえず、頑張って早起きしてください、皆さん。はい。はい。じゃあ残り、行きましょう。行きましょう。はい。気持ち良かったです。涙が。っていう感じなんですけど、そんな感じのパルコール妻子サンライズゴンドラでした。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いつかは退屈死ぬまであげろナイスなバイブス。